八戸駅の駅弁、青森ホッキ弁当を開けてみたいと思います。三沢屋さんの駅弁ですね。開けてみますね。この外側にね、お品書きがこう書いてありまして、いいですね、親切で。では開けてみますね。じゃん。ということで、おお、ホッキ尽くしですね。ここに、まあ、煮物入ってますけど、それ以外はこれがホッキ味噌か。で、ホッキのフライ。ホッキのフライって普段食べないですもんね。これホッキのソテーか。美味しそう。ホッキの炊き込みっていうのはご飯が炊き込みご飯なのかな。まあ本当にホッキ尽くしですよね。はい。ということで、これは非常に楽しみ。青森ホッキ弁当でした。